はいさーい。さーい。はい、今回はですね、バンバンがちょっと釣りを教えたいのコーナーですね。めちゃくちゃ人に釣らせたかったんですよ。おで、なんと、今日はおしおさんに釣りを0から100まで教えたいと思います。1日で欲しいけど、はい、おしおは釣りは全然。今日はもうたくさん釣らせて、釣り楽しいってハマらしたいですね。お趣味で、その後から自分なんか好きな浮き釣りとかもちょっとずつ教えていき、まずは魚のなんていうんですか、引きの楽しさ、まずは釣りにハマらしたいですね。じゃあまずは仕掛けから、はい、釣っていきますか。今回は唐突仕掛けっていう仕掛けを使って釣りしたいと思います。フィアーってあるじゃないですか、フィアーってやってこっちリールがついてるんですよ、で、こっから糸が出てきて、こっちにサルカンっていうものをつけて、この糸が張られてて1、2、3個の針があって下に重り。 OK! 分かった分かった分かった。で、これはあんまり遠くに投げるんじゃなくて、もう手前の方で、投げる釣りではないんだ。この餌あるじゃないですか、巻き餌。はい、はい、はい。サルカンって何ですか。サルカンっていうのはサルカンです。こっちこいつね、はい、こいつのことですね。サルカンでこれぐらいの感覚で貼り付けなやみたいな。はい、あ、もうついてるんですよ。ついてるんだ、すげえ。ついてるんで、これをこっちにつけて、下に重り。じゃあもう早速やっていきますか、仕掛け作って。まず一番最初にリールを開けるんですけど、直接やったらダメなんですよ、こんな感じで。直接すぐこっちに入れたらダメで、一旦こっちの下通すんですよ、で、こっちのローラーっていうんですか、こっちを通して、もしやらなかったら糸が出ない仕組みになってるんですよ、リールって、こんなやったらこうやったら常にボブーってなって巻いても負けない。糸は出るだけ出るけど負けない状態なんで、絡まる原因にも。これつけ、こっち開けて、あ、すみません、糸出すときはこっちを開けるのね。はい、出してガイドって言うんですけど、これを一番奥まで入れる作業ですね。じゃあこれも全部ガイド出しました。はい、OK です。そしたら次に出てくるのがこれですね、カゴで、カゴの結び方が、こっちの間通すんですよ、で、こっちをくるくる、このサルカンっていうのを持ってこっちをくるくるしたら、こんな感じになるんですよ、で、一番下、一番下、ああ、このちっちゃい穴に糸を通して引っ張る、これはもうちゃんとした結び方なんですか。はい、これで OK です。そして外れないんですよ。次にこいつですね、唐突仕掛け、中身はこんな感じです。サビキの強化版。あ、ちょっと強いんだ。はい、サビキだったら針に餌つけなくていいんですけど、これは餌つけるタイプですね。うん、なるほど。これなんですけど、向きがあって、糸の向きがあって、この向きは糸が絡まるんですよ。このこれでやられてるんで、こんな結び方されてるんですよ、だから重なんて餌ついたら重くなってこっちにぐるぐる回って絡むんですけど、逆にしたらこんなにしたらなんか、あ、本当だ、糸がこうなってる、糸がこうなってる、跳ねるからか。はい、跳ねるような感じでつけるのが正解です。こんなやったら間違いですね。もうすでに絡まってる。で、つけるときはこの感じ。すごい、バンバンが頭いいように見える。で、こっち見てつけていく。ほほ、これはもう、サルカンって言って指でワンタッチだけ。あー、オシペンみたいな。はい、そんな感じです。オシペンじゃない、安全ピン。最後またこっち開いて一番下に重り、これは沈むように。あ、で、これはめればもう完璧です。浮きは浮きはないんですけど、竿にゴゴゴゴゴンって当たりきます。これ今餌ついてる状態としたら、こうやってそこにつけたら、そこにつけるじゃないですか、そこにつけたら糸がこんな感じで止まるんですよ、そしたら締めて、糸ふけって言うんですけど、これ、張るような感じにする。ああ、かかった時に分かりやすいようにってこと。はい、張った状態からちょっとだけ気持ち浮かして、このずっとピンってなってる状態をキープし続けたら魚は確実に釣れます。美味しそう。一匹エビ取って、で、この尻尾の部分を取るんですよ。そうなんだ。で、尻尾の部分をポイって捨てて、針を動かすんじゃなくて餌を動かすイメージですね。お尻からつけて、これやったことある。こんな感じ、ちっちゃい頃これやったな。あ、緊張な第一投。これクイッと、はい、でしょ。クイッと竿を握るとこっち、こっち、こう、はい、で、こうやって地面ついたら、糸がピッてなるんで、締めて、ちょっと軽く巻く、締めて、じゃあこれふけ、これぐらい、ふけを取る、はい、これで OK です。で、ちょんちょん、はい、今、餌上に入れてる、カゴに餌が入ってないから、ちょんちょんに OK、じゃあ、あとは座って待っとけばいいから。え、
こんな簡単に取られるの？貼り付いてるの？魚結構頭いいんですよ。頭いいし、口もちっちゃいわけ。すげえ。そんな時は逆に頭を取って、頭と尻尾、次両サイド取って、針ぐらいの大きさにするんですよ、餌を。そういうやり方もある。そしたら、ちっちゃい魚でも食えるようになるんで。かかったねって。うん、これこんな感じ。そしたら、おー、ちっこくなった。チャーハンに入ってるやつよ。これで釣れるの確定ですね。なんか、ツンツンって感覚があったんだけど、ツンツンってなったらもうすぐふいってツンツンやった方がいい。ツンってツンツンってな。ツン。オッケー、わかった。そしたらもう完璧です。ツンツンツンね。でも難しいんだよね、これがね。いつ来るかわかんないから。大丈夫、俺はツンツンしてやるわ。学校のチャイムみたい。学校のチャイムこれだった。パパ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 。12時です。できるかしよう。難しいですよね。あー、いた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 。お塩ヘッド。こんな感じね。はい、こんな感じですね。こんな感じですね。こんな感じですね。じゃあお願いします。タラス結構ゆっくりやってます。でもこっちも抑えながら。勢いよくいったらたまに餌もポロッと取れる。なるほどね。今ね。おーおーおお。もっとゆっくり。まあいいじゃん。もういい。それでそこにつけて。じゃあクイックイをやらなくていいのね。はい。で今ついたんで軽く締めて軽く巻く。シートをピンってして。もうちょい巻く。これこっち巻く。こうか。え？ツンってきたから。まだ来てない。まだ来てない。来てない。誰も打ってない。誰も打ってない。餌あるもんだ。まだある。もうない。あ、もうない。1個あるんだな。ない。一番上に1個だけ。一番上に1個ある。カゴの下に。そう。で難しいですよね。このツンじゃないんだ。もっとツンなんだ。グググってなる。ツンはフェイント。フェイント。ちょっとやってみても大丈夫ですか。バンバンの手本。バンバンいけるか。地面ついたら。地面ついたらちょっとマイク巻く。ダメじゃん。ダメじゃんって。バンバン先生が置き網をねちょっと投げて安心させよう大作戦ですね。安心させよう大作戦。え、めっちゃカラフル。やっぱりちょっと擦れてますね、食うのに。うん、ちょっと戸惑ってるね。食おっかな、食わない、食おっかな。やっぱ人気の釣り場行ったらなんていうんですか、魚も頭良くなるんですよ。うんうん、めっちゃこいつらフェイントかけるね。ちょっと、あ、ちょ、ちょん、ちょん、ちょん。一回で食べないですね。お、いっぱい来た、いっぱい来た。いっぱい来た、いっぱい来た。親びっちゃいっぱいいる。あ、食べられた。もうなくなった。もっと巻いてみる。挑戦。え、めっちゃ奥持ってるさ。超いるね。親びっちゃパラダイスやん。親パラ？親パラかいたい。かわいい。音が。え、超いっぱい。しかし、下にでっかいのいる。誰？黒いやつら。ちょっと大きい。ちょっとね、仕掛けを変えて、サビキの仕掛けで。何、全部エビつけました。すげえ。あかん、オキアミ。これならさすがに釣れるんじゃないかっていうことで、さらに。いっぱい来た、いっぱい来た。いっぱい来てる、いっぱい来てる。いいよ。ちょっとバンバンが釣り上げて、お手本で釣り上げてからの、大きいの釣れた。サクッと釣ったね。トカチャーゲット。おー、トカチャーゲット。釣れねー。お、惜しい。釣れた。ヒットヒット、ヒットヒット。ちっちゃい。いやー、すげー、釣れた。初フィッシュ。スズメ。スズメだよ。スズメだよ。同じやつだ。お、戻すよ。お、これ行ったろ。これ釣れたんじゃないっす。釣れた釣れた。
やったー、2匹目ゲット。ちっちゃいな、また。2匹目ゲット。あ、お嬢さんヒット。あ、でか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 。あ、なにこれ、でか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 。だがされたー、悔しい。だけど何匹かは、おお釣った。誰か、バンバンか、トカジャ1匹、うん、スズメダイ、スズメダイ、ダイ1匹、俺がスズメダイ1匹。おお、タイ飯作れます。はい、釣り終了ですね。終了です。わー、申し訳ないですね、なんかいっぱい釣らせるって言って。いやでも楽しかったよ。あ、でもね、5匹釣ってますから。5匹、全部で5匹じゃないですか。あ、そうだね、ワンバンが3匹、5匹釣れてますね。わしが2匹釣れてるから、これを料理しましょう。はい、お塩亭に来ました。お塩亭、お塩亭、釣れたのがこちら、ドン、ドドン、クロスズメダイとトカジャーと親ビッチャですね。あ、スズメダイはスズメダイで料理して、トカジャーはトカジャーで、で、まあ、はい、タイってつくから、はい、ちょっとね、ちっちゃいけど、これ丸ごと使ってね、みんな、うん、タイ飯的なやつを、お腹お腹取って、この硬いヒレ、うん、だけ取って、もう丸ごと入れちゃおうかなって。あってもいいし、音がリアル。バーチャルと思ったな。バーチャルと思った。マケーサ、マケーサめっちゃ食ってる。めっちゃ食ってるよ、マケーサ。やば、色が変わってる。綺麗、めっちゃ気持ちいい、これ。下ろしていく、すげえ。なってる、きれいきれい。無駄ないぞ。後ろに気が荒い。お、きれいにいったんじゃん、これ。さあ、はい。おお、きれい。やば。おお、きれいですよ。いいね、いいね。いいね、いいね。頑張れ、頑張れ、惜しいよ。はい。頑張れ、頑張れ、惜しいよ。はい。頑張れ頑張れ、惜しいよ、はい、チアリーダーバンバンが見たい、チアリーダーバンバン、チアリーダーバンバン、頑張れ頑張れ、惜しいよ、頑張れ頑張れ、惜しいよ。おお、その成果もあってか、綺麗にさばけそうだ。さあどうだ、ラストスパートだ。すげー、頑張れ、惜しいよ。よし、完璧です。ちっちゃい、ちょっと普段こうやるさ、ん、何を、なんか魚、あ、刺身とかする、そうそうそう、ちょっと、え、縦に、縦に行こうかな。あ、横か、横に、横か、あの、ちょっと細、糸作り的な、一回少し茹でる、軽くボイルしようかなって。あ、オッケーです。はい、歯三本の女子高生。いやいやーよってこれ芸人のコントだろ。やば、切るの早っ、すげえ、手が、手がすごいから、ウェーブ、波みたい、ネギ玉牛丼のネギみたい。シャルイチさんが作ったネギみたい。シャルイチ。ハイサイ、最近よく出るやつ。シャルイチさん。めっちゃ油出てる。ね、もう分かんない。本当だ、すげえ。すごい油出てる。うまそう。ちょっと味見してみよう。どうでしょうか、味見。熱そう。魚の出汁出てる。醤油。4回転と。海水の塩も、おー、すげーすげー、めっちゃ入れた。うわ、入れるね。結構さ、この、鯛飯ってさ、うん、濃く味付けしないとさ、汁を、うんうん、ご飯に乗らないのよ。あ、あ、味濃いね、ちょっと味濃い。ん、なよ。ごめんね、全部飲んじゃった。いただきます。なよ。熱いよ、熱っ、アサリスープみたい。ああ、出汁が出てるから、うん、美味しい。そんな猫舌、
はい。で足バタ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 。もしかしてもう入れてく？入れてく？あ、美味しそうじゃん。匂いがすごい。うん、うわあこの出汁。ボシキリ大根。煮ていくのさ。乾燥してるから出汁いっぱい吸いそう。そう。それがご飯と混ざり合った時どうなる？夢のコラボレーション。笑顔に変わるわけか。そうだ。この生姜すげえ。うん。スープスライス。さらに細かく。めちゃくちゃ切りだ。はい、じゃあバンバンがね、酸性込めて取ったほぐし身をご飯の中に入れていく。おお、これはとうとう。まだ戻ってないよこれ。ああ、切り干し大根これ正解じゃない？どうぞ、そうそうらばそうね。じゃあもう一品も完成させる？大さじ。みりんが大さじ五。一。二。2杯、はい、大さじって 10cc 15。みりんにお酒に醤油は3。もうちょいいくぞ。もう醤油は4。56いくんじゃね。224ね。224、うん、でこれは何ですか？これ何ですか？すりごまさ。ごま、うん、吸ってるごまね。これは目分量。これは目分量。これとんかつに乗ってるやつだ。そう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 。混ぜて混ぜて。味はどうですか？味はどうですか？美味しいな。冷やしてた。にかけていくのさ。うわー絶望。絶望なのかーい。お皿が小さかったんでちょっと大きい器に移し直しました。バンバン味見。まだまだってば。危ねえ。するとこだった。味見するとこだった。してないんかいまだ。危ねえ。全部入れちゃう。ね、生姜、先ほどの生姜を。生姜ネギもたくさん。何食ってるか分からなくなるのこれ。海苔まさかだろ。夏っぽい。うわうまそう。夏っぽい。これは何ですか料理名は。これはね、トカジャのごまサバ仕立てできる。サバじゃないけど。ごま、ごまとか。ごまとか。ごまサバもどき。ごまじゃ。ごまじゃ、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 ごまじゃだっすな。ごまじゃ、ごまじゃ。どうぞ、召し上がれ。召し上がれ。全部辛い。匂いがすごい。うん。ふんってきた。めっちゃ、何の匂いが？トカちゃん？う、海苔。海苔の？海苔、あ、薬味の匂いがすごいですな。生姜の匂いもここまでする。うん、いただきます。うん、うまっ。すみません、いただきます。すげえうまい。でも、すごい鼻からスーンってスーンはーってはー食べた瞬間、ネギの香りが鼻からスーって出て、うん、なんていうのこのこれ、生姜がファーって口から出て、うん、超おいしい。超おいしい。どう？あ、うまっ。お、うわ、もう炊けた。あ、海苔いいね。海苔は、海苔めっちゃ美味しい。海苔と合う。うん、優しく包んでもらえてる、海苔に。あと、思ったのが、うん、臭みが全くない。全くない。別の魚、しかも、うん、なんていうの、身が柔らかい。美味しい、うん、これ、ね、結構やっぱサイズもでかすぎるっていうより適度なサイズがあるかもしれないですね。どうですか、出来上がってる？今見たよね。今見たよね。見てない？見てない、見てない。本当に？うん。せーの。わー、大根が上にいっぱい。あ、美味しそう。めっちゃめっちゃ美味しそう。わお、口が裂けても美味しいって言います。骨がな、ちょっとな、大丈夫じゃない？香りが、うん、いい匂い。炊き込みご飯の匂いする。炊き込みご飯だからね。あ、も匂いしていい？おぉ、グッタ鯛めし、まあ一応まあ炊き込みご飯よ。食べましょう。待て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 、お前らネギを忘れてるぞ。おぉ、ここで。使うかい。ありがとう。ここイエーイ。やったー。ネギがあることによってまた香りが楽しめる、うん、海の幸、山の幸、うん、幸せだろ。はい、鯛めし食べてください。スズメ鯛めし。スズメ鯛めし
目が見えるっていう、うん、丸みで顔隠さず、指示隠せず、うん、どっちも隠れてないよ、バンバン指示隠さず丸見えコラボ、うん、いただきます。うまっ。シャー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 、口に入る3秒前、はい、3、2、1。うまっうまっ、あぶあるあぶある、梅がなんか米自体にしっかり味がついてる、うん、一粒一粒に噛めば噛むほど出汁が出る。しかもなんかこの大根のシャキシャキ感、うん、半端ないっす。うまいっす。春を食べる3秒前、3、2、1。うまっうまい、うん、うん、おいしい。味しっかりしてるね、うん、超おいしいっすよね、うん、米でさえ、うん、しっかりしてる味、歯ごたえもうまい、言い方さ、もうこの方さ、うん、大好き。なんかちょっと子供にはあげられないな、骨が。骨が多いですね、うん、味はうまいな、本当に。うまい。あんなちっちゃい魚でもこんなに、こんな美味しくできるんだね。あ、出汁がすごい、マジすごい、本当にすごい。バンバン、酒食ってるぜ、はい、これを。なんだと、俺は聞いてなかったぞ、見てもないぞ見てるやん、今画面越しで美味しさが伝わってくる。どうすか、シワが増えてる、おじいちゃんうまっ。間違いないだろう、これはバンバン、マジっすか、甘いっすか、誰にも言わないでおきます。甘い。これ、ここで食べてること内緒にしておきましょう。明日お塩さんのお家に魚釣ってくるんで。お塩の家で魚釣ってくる。たけし、たけしに持ってけ、たけしに。この料理出してもらっていいですか。うまい。うん。あ、切り干し大根マジうまいね。うまい。めっちゃ美味しい。ラスト一口いただきます。あーよ。噛み締めていきましょうね。噛み締めていくって。はい、気合い入れていきまーす。はーい。気合い入れる必要ないだろう、別に。うまっ。うまっ。いただきましたね。うまかった。何？うまかったです。うまかったです。ごちそうさまですね。今日どうだった、お塩さん？いや、面白かった。面白かった。なんかのほほんとした休日を過ごせた感じがした。休日を。おお。これでお塩も一緒に次から一緒に釣りできるといいですね。行ってくれるかな？いいよ。お。いいよ。いいよ。じゃあ。また美味しいご飯作ってください。いいよ。もしああ、契約できた。契約できたね。どうも終了ですね。はい。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。美味しかったです。ごちそうさま。